高知市の病院にその作品は飾られています。思わず笑みがこぼれるような愛らしい動物のイラストと同様の歌詞を筆を使って力強く書いた文字、カタツムリや海などの歌詞とユーモラスな動物たちの絵が病院を訪れた人たちを癒します。個性ある作品を手掛けたのは高知市の近藤可憐さん21歳。小学2年生から書道教室に通い、高知特別支援学校の高等部時代には全国公募の日本童謡の書展で2年連続で準大賞に選ばれました。どうしてこれが一番好き？あんまり大きいので下が入らない。お母さんに、お母さんっていい匂い。嬉しいね。お母さんに書いてくれたらこれ。本当。ありがとう。県障害者美術展でも2021年に最高賞の25回記念賞、2022年に特選に輝くなど、その作品は高く評価されています。可憐さんには軽度の知的障害を伴う自閉スペクトラム症という発達障害があります。個人によっても異なりますが、自閉スペクトラム症の人にはこだわりが強く対人関係が苦手といった特性があります。一方、興味のある分野には高い集中力で取り組み大きな力を発揮することもできます。 OK OK OK、バッチリバッチリバッチリ、グッの締め切りが早できる。母親のあやさんです。可憐さんが2歳の頃、他の子と違うことに気づきました。始業式とか終業式とか、あと卒業式とか、同じところに座ってっていうのがなかなか難しくて、比べちゃいけないんでしょうけど、やっぱりこの周りの子はできてるのにっていう風な感じで、どうしても比べてしまう自分がいました。可憐さんが集中して座っていられるようにと習わせ始めたのが書道でした。すると可憐さんはすぐに文字を書くことに熱中し、才能をぐんぐんと伸ばしていきました。ある日突然こう床とか壁中にどんどん書き始めたんですよね。文字はやっぱり言葉で表出できない分、こういろいろ入ってくる言葉をアウトプットさせる、こう彼の唯一の手段だったのかなと思って、まあ、それが彼のメッセージというかだったのかなと思って、次第に一つの場所に長い時間落ち着いていられるようにもなっていきました。コロナ禍になると自宅で作品を書き続け、インターネット上で資金を集めて作品集を出版しました。書道教室の伊予田玉泉先生です。まあこれもね、何にも言わずに30分一生懸命書いてくれるしね、うん、何にも手がかかったことがないけなんかひょうひょうとずっと書いていくんやけど、なんかこっちに伝わってくる、その彼の気持ちが好きなんやろうなあいうかが一番ね感じるところ。もう一つ可憐さんが打ち込んできたことがあります。3本打ちましょうか。それはスポーツです。体力や忍耐力を身につけ社会で生きていけるようにと彩さんが勧めました。現在も仕事が休みの土日は午前中は水泳、午後は陸上の練習に励んでいます。彩さんはプールでもつきっきりで、コーチから聞いた水泳のフォームを可憐さんに伝えます。
もともと体を動かすことが好きだったカレンさん。小学6年生から陸上を始め、2018年には知的障害のある人たちが出場する全国大会の800メートル部門で金メダルに輝きました。よーい、スタート。この日は高知市にある障害者スポーツセンターで陸上チームの仲間と基礎練習に励みます。あやさんも一緒にストレッチをしたり声掛けをしたりとコーチのような役割を務め、カレンさんたちを支えています。一生懸命 走るとゴールした後で気持ちいいからです。水泳やって陸上やってて疲れたりしませんか？疲れていません。障害者スポーツセンターの北村大河センター長もカレンさんとあやさんの二人三脚を長年そばで見守ってきた一人です。彼の持ってる才能のこういろんな引き出しっていうのを引っ張り出してきてるなっていうのはすごく感じますね。一緒に動かれるでしょ。一緒に泳いで一緒に走ってカレンさんが幼い頃は自閉症がどういうものか分からず心が休まる時がなかったというあやさん。書道やスポーツなどを通じてカレンさんなりに成長する姿を見てようやく自閉症に向き合えるようになりました。思いもかけない反応が返ってくること、私たちが想像している以上のものが返ってくるので面白いですね。飽きないですね。カレンさんのアルバムです。そこには親子が二人三脚でいろんなことに挑戦してきた姿が収められています。カレンさんのおかげで見えていなかったことが見え、一人ではできなかった経験がたくさんできたとあやさん。自閉症や他の障害がある子を持つ親たちに伝えたい思いがあります。できることもあるんだよってい こうできること探しを他の障害の持っているご家庭の方たちも取り組んでもらったら、障害者に対するなんですか、バリアフリーというか、みんな同じなんだよっていうことで、社会で活躍できる場が増えるんじゃないかなと。カレンさんが21歳になった今、今年から新たに始めたことがあります。それは料理です。あやさんは毎週土日の昼食をカレンさんに作ってもらっています。まだ今私が元気なんですけど、よくよくこうね、倒れたり急に倒れたり、ね、よく先に行く身なので一人で自活っていうか生活できるように、そういうちょっとこういう力も、生きる力も、まあ、スポーツとかも大事ですけど、そういうのをやっていこうかなと思ってちょっと始めました。でそれをこの日作ったのはカレンさんが大好きだという卵焼きを入れた巻き寿司です。キュッと伸ばしてキュッとそこでグッと押さえる。はい、頑張りました。どうぞ、うん、いただきます。いただきます。おいしいの？おいしいです。難しい。難しいね。あやさんは障害ではなく特性だと言います。正しく知り伸ばすことで誰もが生きやすい社会へとつながるはず。だから殻に閉じこもるのをやめよう。そう誓っています。
こういう子たちの障害、そういう特性を知ってもらったら、逆にすごくそれを活用できて、まあ、会社だったりそのグループだったり、そこにメリットが大きいような気がして、あとまあ障害があっても閉じ殻に閉じ込まらず、やっていけるところはやってみよう。2人で考えた今年の目標は、一歩の勇気、続ける覚悟。挑戦の日々は続きます。